さあやっていきましょう。絶望カルディア絶球攻略していきたいと思います。コスト200なんですけど、まあ難しいんですよね、うん、コスト180以下でやろうかなって思ったんですけど全然安定しないなのでコスト180以下での攻略は激急でまた別枠で取らせていただきたいなと思ってます。はい、で今回こんな感じで組みました。まあそうですね、編成難易度は一応低めには考えたつもりですね。はい、でアギラは全然ビクトリア持ってる方ならどうぞビクトリアを使ってください。でこの信長なんですけど最悪レガリアビヒターでもいいし神格イルクエンでも OK です。でまあ難しいのはこのアルーシャとか、まあアラクかな。逆にアルーシャ持ってなくてエンデガ持ってるって人は全然エンデガ使ってくれて OK です。今回ねエンデガはね自粛させていただきました。あいつはあかんいろんな意味で動画に出したら怒られそうなんでやめておきます。でまあ今回はね鉄球を攻略していきます。では参りましょう。戦友は信長にしました。はい、なので10日信長が2体ですね。手駒に来る確率が結構高いですよ。まあいろんな攻略方法っていうか、まあ余物戦入れるとかさあるんだけど、まあこれが安定するかなと思っていろんな攻略パーティーをね考えてみたんですけどね。おお、いいですね。これはいいね。もう信長をね初手に引けるのは非常にいいです。はい、で相手これでねもう余計な味付けをしてくるんですよ。バーローしてくる。75000の HP になるんでこれ相手ダメージマス踏むだけで7500ダメージ与えられます。はい、で気をつけていきたいのがこの罠なんですけど1100以下の攻撃力で殴ってしまうとこの罠が発動してもう即死するんで10000%で返してくるんでそこは注意してください。はい、おーフェイリーとアルポリディフェイリーとアルポリディどうしよっかな、まあ、普通に殴っていくのが安牌ですね。はい、攻撃力アップ、アンガルドチースラモノグさん、ヌイガルフ。あ、てかもう相手これダメージマス1回踏んだら俺の勝ちなんだが、あちょろこれは AI さん頭弱いですね。これは助かりますね。まあデバフ来るんですけどもう関係ないです。これ対人でやっちゃいけないやつね、これね対人ではやってはいけない。相手はコンピューターだからいいんだ。心を持たないから。続いてバトル2ですね。あ、ちなみに今回ね竜キャラ2体入れてるんですけど、アルンとコッキル、クリムゾントリトルス2体入れてるんですけど3体以上は絶対入れないようにしてください。死にますから。はい、ヘイ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 、結構いい声してるね、カルディアさんね。で、ちなみにこれカルディアってさ、ガルディラとすげえ名前間違えられるから、そこを間違えないであげてね。うん、全然違うからね、名前ね。はい、アン・ガルド。いい火力。で、この、フェアリーフェンサーとか、シュクユとか、アルベルダー、レベル調整してるんですけど、ま、ぜひ調整して、はい、編成してください。相手ね、手駒ロックのキャラクターいるんで、そこはまあ、調整しておいた方がいいです。はい。まあ、ここアルン行っときましょうか。アルン。バーニングキャッチ、いい火力。バーニングキャッチ、セーブ率は 25% 以下と聞きますが、ここでマックス。マックスが来ましたね。さてと、こいや。アラク。アラク。どうしよっかな。こっちって取って取った場合。いや、やめとこうか。こっちに置こう。まあ、祝勇ね、これ攻撃弾かれるから若干火力落ちてしまうんですけど、そこを神強化マスでカバーしていく。さあ、で次どこに来るかな。はい、ここで回復入ります。給水ポイントですね。はい。で、これでね、神強化がなんと、あ、神強化じゃねえわ。全強化が回復マスになってしまいますね。で、これね、アンデッドがあるんで、まあ、自分の受ける回復と毒が逆になってしまうので、まあ、これは、あれですね。回復マスはあまり踏みたくないと、そういうことです。でどうしよっかな。うん、まあ3枚返しした場合相手返されてもその後に神強化一応踏めるっちゃ踏めるか。こっち行きましょうか。パワーハンド殴って、そして無双演武、これ地味に効きますよ。はい、地味に効く。でこれでアラクが返されなければ結構いい感じ。 OK。 え、そこそこ俺一番センスないと思うんですけど、これはありがたいね。これ多分突破しましたね。来い、獲物はどこだね。まあこれこっちで
多分突破したと思う。おい、マックスとか関係ないぜ。無双援部なしでも突破できたぞ。オッケー。次はバトル3ですね。ここ肝っすよ。バトル3が超むずいんですよ。まあこれ信長使ってるけど、全然レガリアベヒターでもね、全然使えるんでね、あのレガリアベヒターが攻略に役立つということでね、この封印、このマスをね、マスがとにかく激ウザなんですよ、この封印マスが。うわー、ちょっと手ごま悪いな、これ。大丈夫か、これ。手ごま悪いぞ、すごく。あー、これまずいね。まあ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 、なんとかしましょう。バフかかって、よし、こっち行って、でね、相手これアウロラ使ってくるんだよね。で、まあこれ、ウンディーネの回復は毒になっちゃうんですけど、まあ普通にコンボスキルがささやきなので、良きですね。ああ、そっち行かれるのがね、一番嫌だったんですけど、まあでもここで信長を引ければ、なんでもない。よし、音声認識システムオーバーフロー、音声認識システムオーバーフローが出ました。仕込みは上々よ。オッケー。回復が毒に変わりますが、ここでダメージビーマスに変換していく。で、一応コンボスキル、これ、導火線は繋がってるけど、スキル、あれですね。スキル封印があるからね、それは叶いません。さあ、ここで、私の音声認識が発動しますよ。織姫来ませんでしたね。これ使えないね。まあでもこれね、1221だから問題ないです。バイセイ。いいか、ルフ。これ、ちょっと待って、今気づいたけど、織姫ってさ、バイセイより攻撃力下だっけ？そこからなんだけど、私。うん。はい、使われたぞ。チート使ってきましたね。これはまずいですね。どうしよっかな。こいや。シュックユー、シュックユー、うん。どうしよっかな、これ迷うな。まあ、ちょっとこの辺置いておきますか。豪華非影陣。これがカットされるんですね。なかなか痛い。アラクとか、織姫。いや、織姫は、違うな。その辺引いとったよ。おこれ3枚返しできますね。さーて、特殊ダメージはあんま効かないぞ。アギラさん、あ、獲物はどこだね。これどうしよっかな。ちょっと考えますね。ね。あ、でもこれ返されないな、あの位置に置いた場合。ああ、返されるか。って言っても低確率ですね。で、こいつのコンボは1200ダメージか。まあ、それなりにするけど、これはこっちに行きます。元気出せー、元気があれば、何でもできる。いいか、いいか、リフ。さあ、次のターン、アギラ引いたら勝てますよ。アギラ引いたら、キムンカムイ返されなければ大丈夫。オッケー、返されませんでしたね。引かないぜ、いい火力だけど、まあまあまあ、なんとかなる。てかこれアギラ引かなくてもワンチャンいけるかな、アルーシャ普通にバフで殴っていければ。おお、いいぞー、このバフはいいぞー、これワンチャンいけんじゃねえの、いけるんじゃないですかー。あ、これいけそうですね。踏ん張れー、通常攻撃で殴るやつ。対戦ありがとうございました。あ、違う違う、対戦じゃないんだ、これ攻略だという感じで。いや、初めからやり直すわけにはいかないんですね。さーて、ドロップ率はどのような感じですかね。はい、一体ドロップしました。で、ちなみにこれね、スキル合成、まだしてないんだよね。うん。全然攻略、ノータッチでは、私、今のところ。スキルちょっとどんなもんか見てみましょうか。あー、まあ、信長と同じですね。はい。わかりました。ということで、今から周回します。その前に、まあ、また激級の攻略の動画も出すので、そちらもぜひご覧になってください。今回は絶級攻略させていただきました。いかがだったでしょうか。まあ、結構安定するでしょう。うん。まあ、信長が引ければ、大体勝てます。はい。大体勝てます。って感じの構成ですね。ぜひ参考にしてみてください。では、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。